あのね、この僕のプリウスアルファなんですけど、最近小傷が目立つようになってきたんですよ。多分なんですけど、買った当時はタッチペンか何かで取って持ってて目立たんかったのが、洗車を繰り返してるうちにそのね、小傷がね、ちょっと目立つようになってきたんですね。それでこの前、白いプリウスアルファの板金塗装の動画を撮らせていただいたんですけど、それを見たらやっぱりね、僕もね、傷を直したいなと思いまして、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってきました。そして今日担当していただくのは、中谷自動車の堀木と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この前の動画撮影させてもらったんですけど、はい、結構すごい技術というか、はい、ね、えらいことになってましたけど、ありがとうございます。ちょっとね、僕のね、このプリウスアルファも同じことやってほしいんですよ。わかりました。ちょっとね、この辺結構傷あるんで、はい、どうですか、この辺から切って取り替えます？取り替えることはしなくて、これをきれいに磨いてにっこりと笑っていただけるようにしますんで、任せておいてください。本当ですか？はい。じゃあちょっとまず傷確認からいきますね。はい、ちょっとね、見てほしいんですけど、はい、この右の後ろ側ですね、ここにね、ちょっと傷があるんですよ。はい、そうですね、傷。うん、それとはい、この辺に擦ったような傷があるんですね。はい、ちょっとこれ画面では分かりにくいかもわからないんですけど、ここですね。ね、これなんか擦った跡ですよね。そうですね、よくある傷なんですけどもね、このぐらいの浅い傷でしたらさっと磨けば、分からなくなるぐらいまで綺麗になると思うので。磨くっていうのは、研磨剤をつけて、で機械で回転させながら綺麗に磨いていく、傷を浅くしていくっていう形になります。なるほど、はい、これこの前みたいに白いプリウスアルファみたいに、はい、特会でも大丈夫そうですか？大丈夫です。大丈夫です。お任せください。あとね、もう一個ね、気になるのはね、はい、このここなんですよ。これですね、はいはい、これはちょっと結構いってるから。そうですね、この部分に関して言えば、はい、ちょっと爪が引っかかる感じ、ちょっと傷が深いなと思われるので、少し残るとは思うんですけれども、この白くなった部分は分かりにくくなる、範囲が狭くなると思っていただければ。今よりは目立たなくなるようなイメージですか？はい。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ作業入ります。これが研磨剤。これ研磨剤です。今からこのコンパウンドをつけた部分の方を磨いていきます。まず最初は傷がちょっと深いので、ちょっときつめのコンパウンドをこれぐらい適量をつけて、この部分磨いていきます。わかりました。きつめのコンパウンドでまず筋は切れてます。 あれほんまですね。あれちょっとなかったことになってますね。あれ、次の場所に行きます。気のせいじゃないですよね。はい、この部分も終わりました。ちょっときつめのコンパウンドで。ほんまです。すごいですね。ちょっとびっくりしましたね、これ。で、この2箇所、3箇所、4箇所、続けてやっていきます。これできつめのコンパウンドで深い傷の部分を落とした状態になってます。はい、ただ見ての通り、ちょっとまだこのきついコンパウンドのコスター跡が残ってるんで。あ、そうですね。ここからだんだんコンパウンドを細かくして、この塗膜を輝くように持っていきます。はい、なるほど。というかこれすごいですね。傷自体はもうほとんど目立たなくなってますし、一番気になってたここですね、若干ね、深い傷やったところは残ってますけど、はい、全然段違いというか、はい、じゃあこれから仕上げというか、はい、次の工程はこの回転する傷、細かい粗い傷を細かいコンパウンドで落としていくようにします。先ほどよりは細かい傷は目立ちにくくなってきました。そうですね、というかもうほとんどないに等しいぐらいですよね。この周りの白いのはコンパウンドの残りですよね。残りです。ですからこれ拭き上げたらもう本当に綺麗になる。なかったことになります。本場ですか？ちょっとすごいですね。
ちょっとびっくりしてます。この工程を先ほどやった部分に対してもアプローチしていきます。これである程度ツヤが出る状態まで持っていて傷の確認をしてこの細かいコンパウンドを終わります。ここからさらにこのウールバフからもう一段階こう柔らかいこうスポンジのバフで細かいコンパウンド同じコンパウンドをつけてこの面を仕上げていきます。仕上げですね。じゃあとりあえずちょっと途中経過見ていいですか。はい。あれちょっと待ってくださいよ。傷どこにありましたっけ。この辺ですよね確か。あれちょっと分からなくなってきましたよね。分からなくなってきました。まあ、です一番気になってたここですね、はい、それとこのあここもそうですね、あの深いところは若干残ってます。確かに。ただ前に比べたら狭まってるというか範囲が小さくなってきましたね。なってますね。それでこの横のちょっと大きなもう全く分からなくなっております。ここからさらに仕上げていきます。ここからちょっと範囲が大きくなってくるので大きくなりました。大きなサイズで磨いていきます。以上これで大きな磨きで小さく磨いた部分と大きな部分をグラデーションをかけていくっていう僕らは言うんですけれどもちょっと全体的に綺麗に持っていったという形に今なっております。そしてここからさらにこの微妙に塗装面に残ったコンパウンドを落としていく作業に入っていきます。道具は変わります。先ほどの道具は1回転のシングルで回る状態になっています。最後の仕上げの道具は左右に触れるダブルアクションという作業でこの周りに塗膜に残った薄いコンパウンドをスーッと削り落としていって作業は終了という形になります。最後は優しく取るようなイメージですか。優しく激しくから優しくという形になっていきますので、それでは始めていきます。なんか優雅なダンスを見てるみたいでしたよ。以上で終了です。ちょっとかっこよかったです。ありがとうございます。キュンとしました。ありがとうございます。どうでしょうか。うわこれねちょっと本当にちょっと画面で分かりにくいかもわからないんですけどもう見た感じもう本当にどこにあったかがわからない、もう傷はなかったことになってます。この側面の傷に関してで。あ、ここも本当に分かりなくなりましたね。そうですね。うわすごいすごい。どうしてもこの部分が残ってしまうのが。あ、そうですね。ありますね。はい。はい、ちょっと光当てて心残りっていう感じがありますけれども、これ以上は削ると下の黒が取れてしまうので。はい、あ、もうそこまで傷がいってるっていうことですね。そうですね。ここに関しては。はい。おっしゃる通りです。でもね、僕この横が結構大きかったじゃないですか。そうですね。傷の方が。あれがね、本当に取れたのが、ちょっとびっくりしました。もうちょっとね、やっぱりね、なんだかんだで分かるんかなと思ってたんですよ。はい。それが本当に目立たなくなって、とても大満足です。ありがとうございます。やっぱり綺麗な車になれば、自分もやっぱり嬉しいですし、また乗ってるお客様もやっぱり、あ、綺麗くなったっていう気持ちで、またね、車にも愛着が湧いてくると思うので、本当に僕としても非常にやりがいのある仕事です。ということで、はい、本当に綺麗になりました。いや、ありがとうございます。さすがプロの腕前というか技術を見せていただきまして、もうちょっと感動しております。いや、もう恐縮でありがとうございます。ほいで、この動画を見ていただいた方に素敵なプレゼントがあるとお聞きしております。はい、そうなんです。あれ、どこにおるんですか。石岡さんですよね、この声は。はい、そうです。
私透明人間にもなれるんですよ。透明人間にもなれるんですか。はい、変身もできるし、はい、分身の術もできるし、はい、雲隠れもしてましたよね。そうですね。今度は透明人間になれるんですか。そうなんです。でもね、はい、ちょっと絵的におかしいんで、はい、登場してきてもらえますか。わかりました。ちょっと時間かかるんですけど。時間かかるんです。ちょっと待ってくださいね。わかりました。はい、はい、お願いします。ああ、ちょっとでも、まだちょっと透明ですよ。もうちょっとお願いします。出てきた。はい、どうですか。すごいじゃないですか。出てきましたか。透明人間になれるんですか。はい、そうなんです。もう消えたりせんでいいですからね。はい、これも編集めんどくさいんで、もうこのままで追ってください。わかりました。それで何でしたっけ。はい、はい、そうなんです。プレゼントですね。はい。はい、この動画を見てくださった方にはオイル交換を1000円でやらせていただきます。はい、もうこれはもう毎度ですよね。はい、もうこれ言わんと気が済まへん感じになってますよね。はい、もううずうずしてます。そうですよね、はい、もう一回まとめますと、はい、この動画を見ていただいた方には、はい、オイル交換を1000円でさせていただくと、はい、ただこれ一部の車種は対象外となってますんで、はい、その辺は気軽にお問い合わせいただければと思いますし、はい、お電話でね予約とかしていただいた際には、はい、動画見たよって言っていただければと思います。はい、お待ちしております。はい、はい、もういいことないですか。大丈夫ですか、はい、あとねいろんな特典用意していただいてるんですけど、はい、こちら貼っときますし、はい、でこの動画の概要欄に詳しく書いておきますんで、はい、こちらの方もぜひ見ていただければと思います。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。